どうも、241です。はい、今回は僕たちの取材ルーティーン、お願いします。ということでね、我々ももう取材始めて3シーズン目になったので、経ちましたね。経ちましたね。で普段結構僕らこう動画メインでねコンテンツ作ってるんで、B リーグの取材とか行った時にどういう風にその一日を過ごしてるかっていうのを気になっている方も多いと思うので、そこを今回ね見ていこうと思います。はい、お願いします。まずはね、昨シーズンの富山対宇都宮戦の取材行った時をちょっと見ていきたいんですけど、まず僕の場合なんですけど、信州とか富山とか新潟行く時は上野駅から出発するんですけども、僕も上野駅からまあこのようにね新幹線に行ってきますということで、乗りまして、朝8時ぐらいですかね、だいたい遠征の時は朝出発してっていうパターンで、4月16日土曜日のこの1戦目に関しては試合が18時からだったということ で、で我々結構バスケ旅っていうね、全アリーナ制覇チャレンジっていう動画もやってるんですけど、その撮影もねやったりするんだよね、一緒にね、その時はもうめちゃくちゃ朝早いから、そうそうそう毎回ね朝早く眠い状態からスタートするっていう感じなんですけど、富山はその時初めてねこのホームには行くっていうことだったので、まずは朝早めに出て、バスケ旅の素材というかバスケ旅のための動画を撮ろうということでやってますね、ここはね。そうですね、で、新幹線乗って2人が合流して、だいたい新幹線の移動中はこういう編集作業とか、記事書いたりとか、写真の整理とかね、そういう事務作業を行うこと多いですね。そうですね、全く寝てないですね。寝てないね本当忙しいっていうのはありますよね、で、富山に着きまして、一通りこう富山駅周辺の映像とかも撮りつつ、で僕たちバスケ旅ですとオープニング、駅前で撮るんですけど、そうね、どうも241です。はい、今回は全アリーナ制覇チャレンジバスケ旅第14弾やっていきます。はい、これ昔めちゃくちゃ恥ずかしかった。わかるね。最初横浜の時めっちゃ恥ずかしかった。北山田でね。今は結構慣れてな。今慣れて、人がいないところでなるべくね、パパってやるっていう術を身につけましたけど、最初は確かに恥ずかしかったですね。で、この日で言うと、氷見漁港に行ったりとか、富山駅前行ったりとかっていうことで、結構慌ただしくしていて、あと、この富山でいう氷見漁港での海鮮丼がめちゃくちゃ美味しかったですね。そうやな。こうやってな、もう試合始まる前もずっと動画の素材を撮るためにいろいろ活動してると、そうなんだよね、本当にギリギリの時は試合30分前着くとかもあるし結構ハードなスケジュールなんだね、やっぱね、バスケ旅がある時はね。そうやな、で、一通り撮って試合会場まで向かうってところですけど、試合会場まで向かうね道中なんかもバスケ旅では紹介してるんで、そういうのも撮りつつ会場に向かってますね、この日で言うといろんな、グッズを撮ったりだとか、アリーナグルメを撮ったりとかする時間もあるので、4時半ぐらい、1時間半前ぐらいにアリーナについて素材を撮り始めて、そうだね、あとはちょっとなファンの方とかと、お話しさせていただいたりだとか、そういった時間で試合前まで過ごすっていう感じですね。そうだね、で、試合中こう2人で取材行くときは基本的に僕が記者席で見てて、総一郎はフロアのカメラマンとして取材してるっていう感じで、お互い仕事してるって感じですね。で、試合が終わると会見なんですけど、ここは本当にもう記者会見っていう形で、というファン滝沢です。お疲れ様です。若手の選手に今後こう期待することというか、どういったところを今後伸ばしていってほしいとか、そういったところがあれば教えてください。各選手とか監督に僕たちがインタビューして、それこそいつも動画でも見てもらってるようなああいう会見映像ができてる感じですね、この日は本当にナイターだったので割と遅め、全部取材終わって9時過ぎとかでしたよね、だいたい試合終わりの1時間後、1時間半後ぐらいに僕らは出ていくっていう感じですね。そうだね、で、そこから本来だとホテルに着いて編集作業して試合会見の動画流したりとか、記事書いたりっていう作業になりますよね、あとはな
YouTube の作戦会議やったりとか、うん、結構夜まであのお互い喋り合いながら過ごしてるっていう感じやな、うん、まあ、この日はそれこそバスケ旅の素材もう一個が撮るっていう寿司春さんに行ったんで、うん、試合終わって9時半ぐらいから2人でお寿司食べてね、うん、そこは良かったですよね。美味しかったっていう感じで、これがまあだいたい取材日、バスケ旅とか撮る時の1日ですね。バスケ旅撮らへん時とかはだいたい30分とか1時間前ぐらいに会場に行って、同じように1人でカメラ撮ったりだとか、そうだね、1人で取材会見記事書いたりだとかして、うん、試合終わりの1時間半後にまた出ていくということで、うん、そんな感じですね。まあ、バスケ旅ないときは割とスケジュールには余裕あるって感じですね。そうやな、うん、ではもう一つこの B リーグの興行以外のところ、練習日とか個別インタビューとかそういう時の取材っていうのがあって、まあ、これは今年の7月信州にトレーニングキャンプの取材となったんですけど、まあ、こちらもメディアだけの非公開練習とかもあったりするんで、そういう時に行った時はそれぞれ練習を見ながら写真撮ったり映像を撮ったりっていうのがして、あとは個別インタビューするための機材の準備、まあ秋田の時もそうですけど、いろいろセッティングしたりとかっていうのをしてますね、うん、まあ、あとは覚えてくれてる選手とかが声かけてくださったりだとか、うん、そうだね、うん、まあ、この日で言うとな、サイモン選手とトシが喋ったりだとかしてますね、うん、このまあ高校生から大学までにはいつもさっきあのマシューがサイってずっと言ってて、そう、それは あんまり分かんないそうだね、インタビュー後とかちょっと雑談というか仲良くなって話したりっていうことがありますね、うん、まあ、こういう感じでシーズン中の日々の取材とか、うん、試合がない時の練習の取材とかっていうのはしてますね、うん、あとはまあそれこそ地方の会場とか行ったり、島根とかもそうだけど、つてかレンタカー借りてね、うん、2人で運転しながら行くとかもよくありますね、うん、そうやな、うん、まあ、大体遠いところはほんまに移動も激しいし、うん、僕ら結構その全国回ってるんで、うん、だからやっぱ体の負担もな、うん、結構すごいよな。そうだね、うん、そういう時はありますね、うんうん、そうだね、だからバスケ旅とかの企画も入った取材とかになると、朝一番で出て、うん、夜本当に日付過ぎるぐらいまでいろいろ働いてるっていう感じですかね。そうやな、うんうん、はい、ということで今回は僕たち2-4-1の取材ルーティンを説明していきましたけれども、うん、まあ、意外とねやっぱりこの YouTube とか編集作業っていうのが結構大変ではあったりするんで、うん、そういうのをしっかり合間にやりつつ、うん、効率よく毎回やってるって感じですかね。そうやな、まあ、僕なんかその記事書くのは得意ではないので、まあ、結構それに時間かけたりだとか、うん、あとはその後 YouTube も編集したりだとかで、結構ナイターの遅いゲームだと寝るのも2時とかになったりだとか、うん、そうだね、まあまあそこもな楽しさではあったりするような、うんうん、まあ、なるべくね温泉付きのホテルにしたりとかね、うん、癒すためのっていうのはありますけど、うん、あとやっぱりデイゲームっていうのは非常にいいですよね、うん、いいな、うん、特に広島とか1時から始まるとかの試合の時だと本当に全部取材とか活動を終えても夜6時とかだったりするんで、そこからね2人でご飯行ってちょっと休憩してみたいな時もありますが、そういうのがやっぱ楽しみではありますよね、うん、まあ、取材自体はこんな感じということで、うん、まあ、結構楽しみも多いけど、まあ、大変なところも実はあったりするので見えてない部分はね、うん、意外と大変だったりするんで、うん、まあ、それでもね僕たちはやっぱりバスケットの面白さとか、ね、うん、アリーナの良さとかっていうのを知ってもらいたくてこういう動画作ってるんで、うん、ぜひまあそういう動画とかも一緒にチェックしていただけたらと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、2-4-1でした。